どうもこんにちは。今日はモバイルバッテリーね、あるでしょ。モバイルバッテリー持ってる人多いんじゃないですか。最近はね、スマートフォンが流行ってますからね、それの僕なりのね、使い分けをねお話ししたいと思います。僕はですね、モバイルバッテリーね、こうね3つ持ち歩いてます、出かけるときにね。で、使い分けなんですけどね、僕なりの。まずね、これちっちゃいやつね、これね、ドコモのやつで、ドコモの Nループなんですけど、これはね、このギャラクシー S2 LTE をね、購入したときにね、これがね、あまりにも電池持ちがしないということで、これを無料でつけてたんですよ、ドコモは。それです。で、これが容量がね、2500mAh です。これの使い方としてはね、こっちのね、YMAX のモバイルルーターのバッテリーが切れたときに使います。ちっちゃいんで、ね、これ一緒にしとけばそんな邪魔にならないんでね。で、そのためにこの容量ちっちゃいのもあります。でね、これね、これはエネループの容量が 5400mAh。 これはね、何に使うか、出かけてこの、なんていうの、モバイルバッテリーいるかいらないか微妙なラインの時にこれ持ってって、これで、スマホだったりもしくは G ウォッチだったりやるときに持ってきます。5400あればね、 Nexus 5 2回とちょっといけるぐらいあるんで。こちらですね、こちらアンカーのバッテリーです。これはね、容量が1万かな、1万ミリアンペア。今もっと多いのありますよね、1万2000とか3000とか。まあでも僕これあるんでね、そんななく、これ1万でいいかなと思って。だってこれ3つ合わせたらさ、17900mAh あるんで、そんだけあったらね、結構余裕、結構ずがもう余裕だよ、1日で。これはね、長時間外に行くときに持ってきます。でね、そう、つい先日、土日にね、長時間外にね行かなきゃいけない時がありましてね、僕その時この3種類ね持ってったんですけどね、これは使ったよ。これはね、 YMAX で使って、で、これもスマホ使ってね、 Nexus 5でね、こいつ使わなかったね、だからね、思ったのは、まあこの2つもしくはもうこれで十分だったね。2日間でこれは1回も充電しなかったからね、まあ残量的に3つ減ったけど、まあ要するにね、何が言いたいかっていうと、容量でかいの買っとけばいいやっていう話じゃなくて、まあ自分のね、このスタイルに合わせてこう買った方がいいかなって僕は思います。例えばね、デスクワークの人でね、会社に行ったら自分の席でスマホの充電ができる人はそんな容量いらないと思うんですよ。でも逆にこの営業で外回りばっかしてる人はね、あんま充電できないんで大容量の持つとかね、もしくはね、ずっと家にいる人で外出なんかほぼしないっていう人もいらないね。もう人によっちゃもうでかいの1個でいいけど、まあでかいのね、この何て言うの、この USB のポートっていうのかな、充電する、まあ2つだよね、大体2つになるとね、充電するのが3つ以上っていう時に困るからね。だから僕は、最低でもね、2つないとね、 YMAX 切れたら僕パケ放題入ってないから、メール来ないし LINE できないし、情報社会からの切断を余儀なくされちゃうから。ちなみに僕が ね持ち歩くのはね、スマホ2台、タブレット1台、 Wi-Fi ルーター1個で、スマートウォッチ 3DS だね、5、6個持ち歩くから、持ち歩くときは。で、それをね、僕はこの以前紹介しました週刊アスキーさんの付録でついてきた、なんだっけ、なんたらかんたらってやつで収納して持ち歩いてます。これの動画作ったらね、なんと週刊アスキーさんのホームページで紹介されましたね。僕びっくりしましたね。ただこれをつけて卓球ができるっていう話をしただけなんですけどね、まあありがとうございます、びっくりしました。まあこれだいぶ前の話だから今更言ってもねっていう、今更から否めないですけどね、これに挟んでます。で、後ろにこのね USB 入れてね、だからその持ち歩く数によってね、この量を調節したりした方がいいですよっていう、そういう僕の個人的な意見ですけどね、参考になりましたかね、この手の動きは何かな、やりだしたけど何なのかな、なんか話が長くなってまとまりがないですが、これにて終了、さよなら。